海田和弘は日本競輪選手会三重支部に所属した元競輪選手。三重県松阪市出身。ホームバンクは松阪競輪場。師匠は萩原美佐夫。選手としての最終データは身長177センチメートル、体重83キログラム。血液型ビーガー小中学校とサッカーを経験し、 三重高等学校に入学してからも続けていたが、その傍ら自転車競技にも取り組むようになり、高校3年生の時に国民体育大会のスプリントで4位入賞の実績を持つ。1989年、日本競輪学校に第65期生として入学。同期には、吉岡みのる五冠新一といった後の GI 優勝経験者に、加え、安浦高など、 大学自転車競技会の第一人者らも、幾人かいた中で、在校競争成績第10位となる。1990年4月7日、小倉競輪場でデビューし一着。同年8月11日、第1回のルーキーチャンピオンレースが、西武園競輪場で行われ、初代優勝者の座につく。書いたはその後も、着実に力をつけていくが、 同期の吉岡実ノルシンのセンセーショナルな活躍ぶりに大いに触発される。吉岡を破るためには力でねじ伏せるしかないと決め、徹底選考を志すようになる。もっとも当時、三重は元より中部の同地区の選手たちの実力は今一つでまとまりも決して良くなかった。そんな中、京都の松本聖がカイタの走りに目をつけ、カイタと同情する機会があれば、 必ずと言っていいほどマークについた。時折松本は先行選手が嫌がるとされるバンテマクリを書いたに対しても言っていたが、逆にそのことで書いたは一層先行力に磨きをかけていくことになる。1992年、名古屋競輪場でオールスター競輪が開催され、書いたはこの大会で初めて GI 決勝に進出。また松本も決勝に駒を進めていた。一方、 同期の最大のライバル、吉岡も決勝へと駒を進めていた。吉岡に先手を奪われては自分にとっても満足な、競争ができないと考えた海田はホームから松本を連れ先行体制を取る。すると、吉岡は受けに回りすぎたのか、二角からめくりに出るも車が伸びていかない。吉岡がもはや行ききれないと見たマークの井上持長が、二センターからインまくりを観光。 すると強烈な伸びを見せ、同じ国センターで、カいたを見切った、松本や平田隆史やキの二着争いを尻目に、圧勝した形となった。ところが、井上は、内戦突破していたのではないかと赤旗が上がり、審議の結果井上は失格。写真判定の結果二着に食い込んだ形となっていた、松本が繰り上がって、優勝となり、33歳にして、 初の GI タイトルを獲得した。そして優勝インタビューで、松本は、カイタくんのおかげです。とカイタの先行力を称えた。と同時に、結果としては7着に終わった、カイタだったが、吉岡に続く、期待の新人として、いずれタイトルを取る日も近いと思われるようになった。そしてその機会が早くも訪れることになる。翌年の日本選手権輪は、 立川競輪場で開催された。この大会では吉岡が決勝へと駒を進められなかった一方で、同期としては五冠が決勝へと駒を進めたが、決勝戦の人気の中心は断然書いた。徹底先行選手が書いた以外に見当たらず、書いたが十分逃げ切れるというメンバー構成となったからである。書いたは成功法から先行体制を取る。すると、 カイタの後くらいをめぐって、大分の大竹慎吾と、この大会のゴールデンレーサー賞を制していた、埼玉の伊藤君とが激しく競り合い、結果的に大竹が、カイタの番手を取り切るものの、逃げるカイタに追走するのが、精一杯の状態となり、カイタが堂々と押し切り、22歳にして、ダービー王の座についた。ちなみに当時、三重県の登録選手としては、 ハンダ・ヒロユキ以来の GI 優勝者となったわけだが、ハンダが優勝した大会は、全国都道府県選抜競輪であり、日本選手権のタイトルを制覇した道県の選手は、無論カイタが初めて。またそれ以後、カイタ以外の三重の選手が、日本選手権を優勝したケースはない。報じする通り、カイタは全日本選抜競輪も制覇することになるが、カイタの他に、三重の選手が、 他の GI 大会を制するのには2011年の肝心新郎杯競輪まで待たなければならなかった。1996年、宇都宮競輪場で全日本選抜競輪が行われた。決勝戦は当地をホームとする上山雄一郎が人気の中心だったが、吉岡五冠の同期に加え、浜口孝明、小玉博らも進出していた。そんなメンバー構成の中、 カイタは十八期の新人である、愛知のマブチのリアにマークする機会を得た。そのマブチが、神山、吉岡の二大横綱を尻目に果敢に先行。番手のカイタは、絶好の展開となり、直線でマブチをかわして先頭に立った。すると神山が二センターからまくり、追い込みをかけ、最後はものすごい勢いで、カイタに迫り、ゴール戦場では、際どい勝負となった。 ゴール後に、神山が、ガッツポーズするほどの勢いであったが、ビサで、カイタが神山を抑えていた。今度はマークから GI を制覇した。その後カイタに、GI 優勝の機会はなく、それどころか GI では、決勝戦にさえ駒を進めることはなくなった。翌年の日本選手権を浜口が制して、以後、山田博人ら岐阜勢の台頭が著しくなった、ばかりか、後に、 石川の小島刑事の活躍もあり、格好たる中部王国を築き上げることになったにもかかわらず、同じ中部勢の海イは、その後下降戦をたどるようになってしまった。一時は追い込み選手を志したことがあったものの、自らの勝分には合わなかったのか、選手生活の晩年まで、自力の競争を心がけていた。もっとも、ファイクラスとなれば、カイのめくりはその最後まで目を見張るものがあり、 成績も安定していた。しかし、その陰では、持病の腰痛には悩まされ続けた。ついに、2008年2月に行われた、名古屋経輪場でのファイを最後に、GI も含めそれ以降のレースは全て欠場してしまう。原因究明のため検査入院したが、その結果、腰痛の原因が、腎臓疾患によるものであることが判明。書いた本人も、これ以上は、 ファンの期待に添えるレースができないと判断し、同年4月12日に引退を発表。バンクを去ることとなった。ありがとうございます。